C、フランチャイズ、マンタイガーファンディングという企画。3ヶ月で移動していく唐揚げ店舗のプレゼンを動画内で紹介した。室内でプレゼン者が実際に家庭用コンロを使用して油で唐揚げを揚げた。移植してもらい、好評を得ていた。その後、番組スタッフから、控室で油が、と指摘されると、画面には大きな物音が鳴りますのでご注意ください、とのテロップが出現。その後、消火器を巻いている音です。に変化し、大きなスプレー音が鳴った。一般人のプレゼンを判定するゲストたちは一室から脱出。ゲストで参加していた YouTuber のヒカルは、緊急で動画を回してるんですけど、令和の虎、撮影中に火事が起きて、とリポートした。その後、消火器が巻かれて白い煙で黙々としている控室の一部内部が明かされた。その後、画面が切り替わり、火事があった日と別日に収録された動画が登場し、事情を説明した。令和の虎チャンネル、主催の岩井義明社長は、大変なことになってしまいましたと語った。FC、フランチャイズ、マンタイガーファウンディングを主催する林直弘氏は、皆さんにご迷惑をおかけしましたと謝罪。ビルのオーナーが、撮影場所を提供した、サンエイトの立ち退きを要求していることなどを説明。岩井社長も、本当の炎上が起こってしまったと神妙な顔つきで語った。林直弘氏は X でも、お詫び、本日の令和の虎チャンネルに上がっているように、FC 版の令和の虎の撮影時、スタジオでカセットコンロから引火してしまい、多くの人にご迷惑をおかけしてしまいました。大変申し訳ありませんでしたと謝罪。続けてそのため、令和の虎のスタジオであるサンエイトさんは物件オーナーさんから即時退去や違約金などを請求され、最大3億円かかる見込みです。その責任は僕にありますので、非常に悩んでいます。重ね重ね、多くの方にご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでしたと綴った。岩井社長も、先ほど上がった動画の件ですが、令和の虎の主催として何ができるのかを真剣に考えております。何度も何度も危機を乗り越えてきた令和の虎だから、きっと今回も乗り越えられる。そう信じて、前を向いて頑張るしかありませんと綴った。